金属器。金属器とは、材質によって、道具を分類した時の名称の一つで、金属によって作られた道具を指す。概念としては、石器や土器と並び立ち、一般的に、それらと比べ耐久性に優れる。金属器は、その材料の違いによって、製銅器や鉄器などと呼び分けられる。特にこの二社は、力器や容器などとして、広く用いられてきた。 考古学分野においては、青銅器時代、鉄器時代のように、出土する遺物に応じて、時代名称としても用いられる。この時代区分は、デンマークのクリスチャン・トムセンが提唱した、戦士時代の時代文法によるもので、主に使用されていた道具の材質によって、その時代を石器時代、青銅器時代、鉄器時代の三期に区分したものである。なお、金属利用そのものは、 石器時代に遡り、自然菌や自然銅、自然銀並びに、陰鉄は新石器時代から使用されていた。特に自然銅に関しては、イランのアリコ主遺跡で新石器時代初頭から使用されていたことが確かめられており、紀元前5000年頃のエジプトでも自然菌や自然銅の使用が始まっている。これらはいずれも天然状態のものを採取して、鍛え出したり、 切削したりして使用したものである。また、赤鉄鋼を原料とする赤色顔料の利用も古いが、これは金属としての利用とは言い難い。世界の一部の地域、ヨーロッパ南東部、西アジア、中央、アジアでは、青銅器時代に先立って銅器時代を例外的に設定することがある。これは銅と鈴との合金である青銅が作られる前段階に相当する。銅は、 鈴との合金によって、高質で鋭利な農具、工具、武器となり得たのであり、そのままでは柔らかくて、力としては活用できない。制銅器は、鈴の含有率14%前後のものが、最も強く、伸びが小さく、力としての使用に耐えるとされる。制銅器の使用は、メソポタミア、エジプト、インド、アナトリアなどでは、紀元前3500年頃から、 紀元前3000年頃にかけて、英ゲ海から地中海やドナウ川を経て、ヨーロッパでは紀元前2000年前後する頃から、中国では紀元前1700年頃から始まっており、いずれも武器、ソーシン具として利用された。ヨーロッパの青銅器文化の大中心地は、スペインやウネティチエ、チェコなど中央ヨーロッパであった。それに対し、日本における青銅器の使用は遅く。 弥生時代初期からであり、銅剣、銅鉾、銅貨、銅託、銅釧路などとしてであり、これは、鉄器使用の開始時期と、ほぼ同時期にあたる。したがって、日本においては、力としての金属機は、当初から、鉄製のものが使用され、制銅器は、当初から、もっぱら採器としての性格が強い。なお、断片的な資料ながら、佐賀県唐津市の栗オーム堆積からは、 弥生時代の矛として、鉛製のものが出土しており、日本産の鉛を使用していたと見られる。また、山口県や福岡県の弥生時代遺跡からは、中国からもたらされたと見られる、土金技術を伴う遺物が出土している。日本で、本格的に水銀を利用して土金、金メッキ、土銀、銀メッキがなさるのは、古墳時代以降のことである。他に金や銀、 銅などの貴金属を素材とする金属機もあるが、製銅器や鉄器のような実用性は低く、その希少性から宝器としての性格が強い。ことに、エジプトでは、金は、神々の肉と称され、スタンカーメンの黄金のマスクはじめ数多くの金製品が作られ、そこでは、夜金工場は神殿家国家に所属していた。材料となる金は、周辺砂漠地帯の近郊で間に合わなくなると、 ナイル川を第二幕府まで遡ったヌビア、今のスーダンの金山での採掘を行っている。また、エジプトでは、銅や宝石は、市内半島から運ばれている。金属機の製造には、鉱山資源のみならず、その鉱石を溶かすための炉の施設、焚木となる木材、木炭、石炭、地域によっては、家畜の糞などの燃料。 不純物を除去するための精錬炉などの施設、並びに、鋳型や、タンヤ炉などのような成形内し成形のための設備、道具など、一連の材料、道具、設備が必要であり、また、人類にとっては、火力の統制や、一定の科学知識の保有と伝承を前提とる。金属機の製造が人類史において、画期的な出来事であることは言うまでもない。しかし、それ以上に、 金属機の使用が人類史にもたらした変化には、劇的なものがある。森林の伐採や農業生産、各種の土木工事、建築工事、あるいは戦争における武器などとして、人類の生活領域と加工地を拡大し、生産力の飛躍的上昇がもたらされたとともに、政治組織の形成を促し、さらに、階層文化と人間同士の構想の激化を招いた。 その使用開始時期が時代区分法として採用される理由もここにある。なお、金属の鋳造技術が未熟で金属器と石器を併用した時代を考古学では金石併用時代と呼称している。日本では弥生時代前半がそれにあたるが、サハラシンは石属の武器としての能力は決して鉄属に劣るものではないことを実験によって明らかにしている。 金属器の異物、考古資料としての特性は、戦士時代と歴史時代を通じて、何度も繰り返し移納されリサイクルされてきたことである。使用されなくなれば、通常は廃棄される土器、石器、陶磁器などとは、この点が異なる。特に力器としての鉄器は、使用頻度の高い実用品であり、損耗や腐食の度合いの著しい生活必需品であったことから、 その都度リサイクルされたものと考えられる。したがって、遺新材などとして、墓に服装されたものを除くと、実際には遺跡からの出土量を、使用量が大きく上回っていたことが指摘できる。遺跡によっては、金属器が全く出土しないこともあるが、それはそこで金属が使用されなかったことを意味しない。出土量が実際に用いられた量に比べ格段に少ないため、 金属器そのものの形式学的研究や変年作業は遅れており、金属器による移行遺跡の年代決定は、なおのこと難しい。逆に言えば、製鉄遺跡をはじめとする生産遺跡の営まれた時期の年代特定も、土器や陶磁器の湿度がなければ、難しいことを意味している。なお、金属器のうち、工芸品的価値の高いものは転生するものが多く、 墳墓への副葬品や効果も含め、文字や年代の記されたものも少なくない。これらは金石文研究の対象となる。金属機の多くは土などで作った絵型に溶解した鉱石や金属を流し込んで作る鋳造品である。しかし特に鉄器に関しては最終段階で単野の作業を行い、叩き上げによって作る鍛造品がある。 日本刀やドイツのゾウ源のナイフは単造品の中でも特に力としての品質に優れたものとして世界的にも知られている。共に中世の時計制度の下で発展し今日まで伝えられてきた技術をベースとして生産されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。